昔は宇宙さん川島美恵です。さて今週の激辛さんは爆裂混ぜ麺、台湾混ぜそば。日清の爆裂シリーズ第4弾は台湾混ぜそば。3月14日発売ですがフライングゲットできました。台湾混ぜそばは名古屋飯の一つで、ニンニク、魚粉、唐辛子が効いた混ぜそば。私台湾ラーメンは食べたことあるけど混ぜそばは初めて。美味しい作り方として豚ひき肉、ネギ、卵黄を入れることを推奨してます。そういうの入れると辛さが減退するんだけど、今回は辛さより美味しさ重視でおすすめレシピで作ってみます。ちなみに名古屋発祥なのになぜ台湾なのか知りません。激辛みえチャンネル。中身は丸い極太麺とクセうまスープとクセうまふりかけ。クセうまふりかけはニンニクと魚粉、かなりニンニク臭。魚粉とニンニクの匂い強烈。いただきます。卵黄のないところからいただいてみよう。極太麺のコシがいい。ニンニクと魚粉うま。やだうまいじゃないの。うまうま、これうま。卵黄なくても全然美味しい。ほぼほぼ辛くないけど後からちょっとピリピリくる。では卵の儀。卵を絡めてね。卵は間違いないよね。卵天才だな。うまっ。これ作り方の下の方にさ、ニラや海苔を入れるとより一層美味しく召し上がれますって書いてあるんだけどさ、そこ見逃してて。今度ニラと海苔加えて食べてみる。卵さんが加わるととってもマイルドになるね。本当にね、爆裂麺の極太麺は美味しいんだよ。インスタントでこんなに美味しいのすごいと思う。卵を入れるとガゼンマイルドになって深みが出て美味しいんだけど、刺激的な感じを求めたかったらなくても十分美味しいよ。台湾混ぜそばうまいな。私もしかしたら台湾ラーメンより台湾混ぜそばの方が好きかも。うまっ。ひき肉もネギもいいよ。一つじゃ足りない案件だな。好き好き、これ好き、かなり好き。ごちそうさまでした。激辛みえチャンネル。爆裂混ぜ麺台湾混ぜそば、みえちゃん的辛いよレベルは0.5。 大変美味しゅうございました。激辛ではないけど激うま。台湾混ぜそばってこんなに美味しかったんだ。私爆裂シリーズの中でお味的にはこれが一番好きかも。3月14日発売なのでぜひ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 食べてみてほしいです。見てくださってありがとうございました。まさにうまさ爆裂。ここをポチッとチャンネル登録お願いします。グッドボタンとコメントもいただけたら嬉しいです。またねー。